はい、ちょっとね、いろいろ相談したんですよ。はい。そしたら K さんのお父さんが、はい、トラクターでやった方がいいんじゃないかということでね、はい、お願いしてますね。はい。で、今回使うトラクターはこちら。はい。このトラクターを使って、あの渡ったら、まあ、耕せるんじゃないかってことで、今回ね、あの働く自動車の力を借りて、まあ、これでやっていきたいと思います。確かにこういったのがあるから混ぜるかもしれない、これ、進めば進むほど、いい感じに混ざるね。僕らの足よりだいぶいいですね。だいぶいいですね。これ1個が俺たちの一歩だからな。うん。さあ、どうなのか。これ、俺の声やったな。やばい、すげえ。めっちゃ力返し。すごい。すごい。これは。これは速い。これは速いね。わあ、すげえ。見て。こんな。すごいね。さあ。でも、お父さんからしたら楽勝現場これ。楽勝現場だ。楽勝現場これ。早上がりだ。早上がり。気づいてきたけど。はい。問題ない感じですね。ポント。はい、選手交換。ハルオッケーですね。もう半分は終わったんじゃないかな。これは一気に終わりますね。素晴らしい。トラクター。すごいな。早い。これ俺なんかだけだったら。引き当たってくれなったな。終わらんかったな。うん。はい、今ですね、こうやって耕してくれたじゃないですか。それで今下に馴染んでるんですけど、また表面にも、うん、あの石灰を今から撒きます。そうするとよりあのいいみたい で、そして今日はですね、マスク着用します。昨日ちょっとね、マスクなかったんで、体のこと考えて、そうマスクやってます。喉が痛くなったんですよね、うん、はい、喉痛くなった。さっさらとも胃が痛くなったらしく、そうそう、なのでマスクしてます。はい、はい、一発目。わあ。いいですね。花坂じいさんですね。燃えていってますね。はい。石灰巻き終わって、次はこちらの池から。カラカラの池に水を移動します。はい、とうとう水を入れる日が来ましたね。こっちの方がね、少し深いみたいです。うん、半分ぐらい入れるって言ってましたね。半分ぐらい入れるようです。で、トラクター運転するのはもちろん K さんのお父さんですね。はい。お願いします。よろしくお願いします。魚が入ってこないように。吸い込まれないように二重にしてる。こっちですね。今網引いてます。はい。はい。はい、今からね、お父さんが水を出します。さあ、何でしょうか。綺麗に取るか。出るのかな。さあどうだ。出た。うわ、めっちゃ出る。はい、すごい勢いでね、出て。僕らが巻いた石灰のところにね、水がバーって行き渡ってますね。すげえな。すげえ。これは速いぞ。かつてない速さ。思ったより早いかもね、たまるの。はい、あれから1時間ですね。見てください。結構溜まりましたね。もう溜まってんじゃん。ザウェブレは行ってるじゃん。でも反対側と一緒ぐらいになったね、もう。こんなことない？反対側ちょっと見てみましょうか。見てみる？結構反対側も減ってる感じですね。うわ、結構こっちも水が減りましたね。だいぶ減ったね。まあまあ減ってるよ。水が結構減ってる。5、60センチくらいは減ってるんじゃないかな。ねえ、こんくらい減ってる。はい、はい、こちら。もう完全に溜まってますね。水溜まってますね。あとはパクっていう魚ね、食べる魚を明日入れるみたいですね。はい、さあ何匹入るんでしょう。楽しみですね、うん、また明日ですね。はい、さよなら。さよなら。さよなら。
はい、ボスがね一人遊びも一人遊びでねかわいい自由すぎだろうん、かわいいはははは嫌われたいつもあいつ自分から来た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 めっちゃこいつ濡れてるはい、ということでね、はい、パク、はい、2500匹用意しました。あちら、どうも。はい、来ました。5日目、これ最終日ですね、もう。これちょっと中、撮ってもいいですか？マジ、我慢。あ、大丈夫です。オッケーだよって。ちょっと見ていいですか？おー、すげえ。すげえ、いっぱいいる。これ、すごいパックですね。すごい。これ、なんすかね？あ、これ。Para cauterizar, ¿no? Para que aclare un poco su agua. Ay, ¿Siempre es así o aclara después? No siempre es así. Siempre es así. Porque eso mata. El calcio mata. Las orillas de los sapos, los charques. ¡Vamos! ¡Ah! パクを入れて、塩を入れて、今から逃がす感じですね。はい、ありがとう。約1000匹。はい、ということで、2500匹入りました。はい。ちょこちょこやっぱ跳ねてるね。ね。で、ちなみに、大きくなったら、売るんじゃなくて、自分たちで食べるみたいですね。うん。うん、食べる用の。うん、家族でいいね、それもまたヤギと一緒だね。ここの人たちはつながりが多いから、たくさんの人が家に集まるんですよ。その時に多分出すかもしれないです。欲しい時に食べるみたいです。よかった。はい、次は今日入れたパックですね、の餌、こちらトウモロコシ。トウモロコシ、これを食べるんだ。取って、結構固め、自分らが思ってるようなトウモロコシとはちょっと違う。で、大人のパクはこれをパクって食らすわけ。うん、パクだけけど、そう、小麦粉、小麦粉、沖縄って書いてます。ああ、すごいですね。ボリビアの工場ですね。ボリビアの工場、日系人たちが作った沖縄の国ですね。日系人の子たちが作ったね。メリケンですね、これ。メリケン。水で、ああ、寝る、はい、寝る。あんまり入れすぎるとまたなんだけど、びちょびちょになるから。これがお魚さんの餌になるんですね。はい、パクとしまう。そしたらこうやって、これに入れてみて、これなんすか、これ。すげえ、昔のなんか昔のやつよ、これに、うちなから持ってきたもんだよ。沖縄から、うちの親が持ってきたもん。え、何年ものなんですか、これ。あ、何年ぐらい経ってるんですか、これ。60年以上でしょ。60年以上。すげえ。あ、出てきてる、ほんとだ。チームアナゴみたい。あ、すげえ。これ結構取れるぞ。なんか生き物が出てくるみたいで。おー、すげえすげえすげえ。ミミズみたい。すごい、これ便利だな。すごい、売ってそうですね、こういう餌が。そういう、そういう餌。すげえ、こんな感じになるんですね。自分はもう1日乾かして置いてます。じゃあ今回は4、5分乾かしますか。はい。こっちでちょっとね、少し干していきましょう。干しましょう。結構暑いから。うん、暑いよね、めっちゃ暑いよ。できそうなやつだけ。うん。はい、見て、もう硬くなってる、めちゃくちゃ。硬いですね、先ほどのやつ。お菓子みたい。全部あげに行こうか。はいはい。じゃあ早速、はい、入れましょうか。なんかね、見た感じ全然元気そうだね。うん、そうだね。こっからまた時間をかけてね、少しずつ大きくなるんだろうね。すごいね。うん。
はい、ということですね、はい、今回の依頼、無事終わりましたね。はい、はい、いやよかった。ちょっとね、日数的に間に合うかどうか心配だったんですよ、はい、そうだね。無事間に合って、よかったですね。うん、それも K さんのおかげでもあるし、はい、でお父さんも途中からアドバイスだったり、ね、いろいろ協力してくれて、はい、一気に完成まで持ってきましたね、はいはい、どうでしたか、K さん。本当、助かりましたね。あ、そうですか。こんな遠いところまで依頼を受けてくれるとは思いませんでした。ありがとうございます。あと、はい、まさかこんな短い時間で、はい、こんなでかい池をなんだっけ、結構やってくれて、はい、本当助かりました。でも、ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。ドラードも受賞してくれて。そうですね、前からやろうと思ってたけどできなかったんですよね。ああ、そうなんですね。でも、あの、皆さん来てくれて本当助かりました。ああ、ありがとうございます。本当ありがとうございます。こっちが助かりました。いや、僕も本当楽しかったですね。だけど、よく頑張ったな。ありがとうございます。ただ感じて、まさかできるかな、できないかなと思って。やっぱりそれだけ、あのなんだ、期待できたんだなと思った。目的のために養殖じゃなくて、自分たちで食べるために、あの楽しみの、養い方してるんで、いろいろと、まあ、お父さんもね、もういろいろ協力してくれてね、そうですね、知恵を出してくれるんですよ、こうしたか、ああしたかいう、うん、そのおかげでね、うん、僕らもできて、うん、一つ一つの作業が楽しくてね、うん、楽しかったですね。もう泥遊びしてる感じだったよね。確かにね。そうそう、泥遊びだからね、うん、で、やっぱお父さんからもいろいろな技術とか、うん、知恵を学んで、うん、勉強になりましたね。そうね、俺も沖縄帰ってまた一つ、はい、活動できたらなって思いました、うん、はい、まあ、私見てて明るかったので頑張ってついて育ってしまう。ありがとうございます。そのおかげで間に合いましたからね。そうですね、あとまた帰ったらまたパクを多分大きくなってね、その時食べに来てください。その時は釣りに来ていいんで。あ、釣りで。そうですね、釣れたらね、まだ釣れると思います。それと、毎回こういう作業終わるじゃないですか。なんとね、K さんの奥さん、ルミさんがね、はい、わざわざ、美味しい料理を作ってくれて。そうですね、南米一ですよ、今。南米一の料理人。南米一の、それは本当なんですよね。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったですね。いや、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になりました。ありがとうございます。はい、以上、ボリビア編はここまで。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。はい、これから日本に帰ります。はい、帰ります。いや、そしてね、吉田さんも無事合流できました。吉田さん、どうしたんですか。なんか長らく見えなかったんですけど、なんかコーヒー飲みに行くって言って4日ぐらい帰ってくる。行方不明になっちゃって。何があったんですか。あちられたんですかね、わかんないです。デモにあって道路封鎖されて帰ってこれなくなりました。デモで道路封鎖されて帰ってこれない。はい、マジっすか。4日間帰ってこれない。よくが致命的ですよね。ご飯とか大丈夫でした。ご飯とかは大丈夫だったけど、コーヒー豆とか食べたんですか。コーヒー豆は食べれなかったけど、とりあえず本当でも本当に一瞬の隙を見てパッと抜けて、はい、まだ続いてんだけど。あ、そうなんですか。やばいっすね。危なかったですね。じゃあその一瞬の隙がなければまだ入ってこれなかったんですか。やば。見送りに来てくれてるんですか。そう、みんな見送りに来てくれてるんですよ。ちゃんと始まって、はい、こうちゃんもKさんも、はい、奥さんも一緒に。ありがとうございました。はい、こうちゃんももう、ありがとう。もう、本当にありがとうございます。ペルーでもこっちでももうありがとうございます。あの奥さんも、もう料理美味しかったです。はい、サータンもね、ありがとう。おやすみ、ごめんね、遅くまでね。はい。ありがとうございました。はい、本当にありがとうございます。ありがとうございました。また池のね、魚たちが大きくなったらね、はい、見たいです。はい、写真もよろしくお願いします。送ってください。寂しいね、そして。寂しいですね。ずっと一緒にいたからね。そうだよ。濃い撮影でしたね。レンちゃんからも電話があって、レンちゃん、はいはい。いい旅を送って帰ってくださいって。ペルーのレンちゃんも、本当にありがたいです。それでは、行きますか。それではもう行きますか。はい。じゃあ日本へ帰ります。本当にありがとうございました。ありがとうございました。日本に帰ってきました。はい、ありがとうございます。ハローキットマン、これとヨシタさん、ヨシタさん、パサドクはちょっと落ちた検査の方でちょっとかかって荷物検査だから爆弾持ってるみたいな。頭がそれからたまちゃん、あ、一人一人になるとあ、かっこいいじゃん。あ、モンスターっぽい。なんかハマちゃん、かっこいい。いいっすね。そういえば、アムライン好きだったな、とか言って。一回も見たことない。聞いたことない。聞いたことないけど。モーリー一番嬉しい。あ、これ、何だ？マジ？じゃあどうぞ。これやば。パンナイフ。パンナイフ。あ
なんでこんなさやでかいのにこんな蚊つっちゃうのこれ。すごい。で、バンバン音楽つけたん。そう。なんかなんかこういう CD。ダリエス。違うかっただろ。俺こっちでよかったやつ。リプロ。やばいでしょこれ。お魚さん見せて。おお、大きくなってるね。掴んでごらん。できるかな。ネギネギできない。頑張れ頑張れ。ゆっくりゆっくり外ゆっくり。いや、うわあ掴んだ。うわあ大きくなってるね外ね。あ、もう一匹釣れました。大きくなってるかな、測ってみようね。ちょっと待ってよ。無理無理、逃げるよ。あ、待って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 、バイバイしないとダメよ。あ、バイバイ、大きくなってねーして。バイバイした。